はい、皆さん、どうもケンです。今回はですね、サブチャンネルまったりやっていきたいなと思っとるわけなんですけれども、今日はね、釣り場からお届けしようかなと。見える？これじっくり見て。いいね。はい、今ですね、ショアジギングやってまして、ちょうど終わったんでね、車に戻ってきて、でインスタグラムにね、結構質問とかが届いてて、なかなか返せてなかったんで、久しぶりにちょっとお返ししようかなと。早速やっていきたいなと思うんですけども、ちょっと待ってよ、今インスタグラム開くわ。グダグダ。はい、これですね。はじめまして、いつも楽しく動画を拝見させていただいています。突然なのですが、18ワールドシャウラー 1702R の2か16ポイズングロリアス16、まあ 6.M ですね、 6.M と迷っていますと。 K さんの動画の中でどちらも適合ルアーウェイト以上に使用できるとのことだったので、てんてんてんと。まあそうですね、両方はっきり言ってもう2オンス分投げ、まあ2オンスはちょっとね、よっこらせって感じですけど、 1.5 オンスぐらいまでならマジで余裕でいけちゃうんで、ちなみにリールは19アンタレスのノーマルギアを装着しますと。使用用途としてはここ重要よ。小規模河川での4分の1から1オンスぐらいまでのクランクミノスピナベバズ。結構幅広いね。小規模河川の、まあ、7グラムから28グラムまでのクランクですね。ミノスピナベバズと。そして5グラム7グラムのテキサスです。たまにクローラーベイトやジョイクロ128も使いますということで、とりあえずこのあたりで、を1本で立ち回るにはどちらがいいですかねということでいただいております。はい、ですね、これまあ結論から言うと、両方どっちでもいいっていうのが結論なんですけど、微妙に竿のテイストが違うので、使えるルアーウェイトはもうほぼほぼ一緒なんですけど、で、まあ、どう違うかというと、ワールドシャウラーの方が、曲がりしろがね、どちらかというとバット寄り、まあ、要はレギュラーテーパーと呼ばれる曲がり方をする一方で、ちょっとだけ、6点グロリアスの方が、先上司系です。レギュラーファーストっていう表記なんですけど、先上司系、まあファーストっていう名前がついてるんでね、先上司系なんですよ。4分の1から1オンスぐらい、まあのクランクミノーとかなんですけど、このあたりをうまく1本でやりたいなとなると、正直ワールドシャウラーの方が投げやすいっていうのも、全然両方投げられるんですけど、やっぱりね、レギュラーテーパーのためがちょっと重くなってくる8分の5とか、そのあたりになってきて4分の3、1オンスとくると、ワールドシャウラー楽だなというのが結構出てきます。なので使用頻度で見ていただいて、クランクミノスピナベバズを重視したいんだということであれば、1702がおすすめ。で、クローラーベイトとかジョイクロ128とかも余裕です。はっきり言って。で、対して6点の M。グロリアスなんですけど、ここに書いてる 5g、7g のテキサス。これはワールドシャウラを間違いなく上回ります。使いやすさ。もう 5g、7g、特に 7g あたりのテキサスとかマジ最高やろうね。まあ、5g でも十分いいか。うん。最高だと思います。6点の M で。で、まあ、ジョイクロ128とかの、例えばこう、ピュッとこう飛ばしたいとき、クイックなアクションを加えたいときには、グロリアスの方がいけてるね。テキサスの出番多い？プラグの出番多い？っていう感じ。だからその出番多い方で決めていただいたらもう迷うことはないですよ。俺もちょっと最近小規模河川結構タフでワーム使うことが多いんだよってなったら、もうグロリアスで OK です。いやいや、俺は巻き倒して、そういう小規模河川どんどん乱岩していくよっていう場合だったら、もう間違いなくワールドシャウラーでいいかなというとこですね。ただね、グロリアスは、もしかしたらモデルチェンジするかもしれんなという感じです。なので、まあ、そこどう考えるかですね。ってな感じ。で、もう一つは、ステラですよ。
うん。ステラが100周年、のステラ出たら買いますかと。まあ、その100周年っていうのは、来年かな？来年の3月に、シマノが、めでたく100周年、超老舗になると、いうことで、すごいよね、シマノ。ほんまに。今コロナ禍でさ、まあ、外でできるアクティビティということで、3密避けられるのもあって、自転車とか、釣り具、まあ、釣りのね、需要がちょっと増えてるっぽいんですよね。売り上げが、がっちり上がってきちゃってると。まあ、ダイヤも上がってるんですけど、だから、厳しい、このご時世、しっかり業績伸ばしとんな、という感じですよ。うん。で、話戻すと、そのまあ、シマノが100周年、来年にね、100周年の記念のステラが出るんじゃねえかなという話が出てるわけ。うん。ほんまかどうか知らないけども。まあ、それ買うかっていう話なんですけど、余裕で買いますね。出たら。もうステラと聞いちゃ黙っちゃおれんということで、出たら絶対買います。うん。15万でも買う。とにかく最高のプレミアムなステラを出してほしいですね。もう妥協せずに。で、それが、今18ステラ僕、3台あんのかな?3 台もいらないんですけど、メイン機で使ってる、3000MHG と C5000 の HG っていうのがあるんですよ。で、それを、どうだろう。片方入れる、変えるか、両方入れ替えるか、ちょっとどっちか考えたいなと思ってます。だから性能がアップせずに、それはね、次回のステラに一気に持ち越すよ。とりあえず18ステラの性能で、見た目であったり質感をアップしたよっていうことであれば、記念に片方変えようかなという感じです。ただ、やっぱりしっかり性能も作り込んでアップしましたよということになれば、そりゃあもう、両方入れ替えですよ。はい。なぜかね、あそこからちょっと音声が切れちゃってて、今、もう一回撮り直してるんですけど、こちらですね。突然の DM 大変申し訳ありませんと、いつも見させていただいてますとありがとうございます。早速で申し訳ないのですが、スティーズ ATW、と21ジリオン SVTW どちらを購入するか迷ってますと。ちょっと結構前のね、ご質問なんで、これはもう買われてるのかもしれないんですけど、主にシーバスで使うと、まあ、PE でしょうね。うん。価格帯が違うこと、スプールの特性の違い、21ジリオンに関しては発売すらしていないので、これ結構前の、質問なんです。ちょっとなかなか返せてなくて申し訳ないんですけど、ダイワのベイトは全く未知なので、教えてくださいということなんですが、どうでしょう、そのベイト PE で使うことを前提とすると、最初は、21ジリオンの SV スプールで行っておいた方がいいのかなっていう気はしますね。まあ、マグネットブレーキなんで ATW でも結構楽っちゃ楽なんですけど、やっぱり SV に比べると若干のサミングを必要としたりとか、ルアーによってはサミングしないとこの SV とそんなに大差飛距離ありませんねみたいな、そういうことにもなってくるんで、個人的にはジリオン SVTW の方がいいかなと思います。で、まあスプールだけ見たらそうなんですけど、使うルアーの重さであったりとか、シチュエーションみたいなことを考えるとボディは A の方がいいかなって気はするんですよね。これ難しいとこなんですわ。うん。なので、結論ですね、ダイワさんとっととスプール出してよっていう話にまたなってくるんですけど、できれば ATW にこのジリオンのスプールを入れればベストかなっていう気はします。でもし別にもうシマノのリールとかでもね、ベイト P やってるよと、だいたい癖掴んでるよということであれば、別にこの ATW でもいいかなと、もう最初からこっちでいいかなと。でこれでちょっと不満あるんであれば、ジリオンのスプールが後から発売された時に買うのもありかなというのは思いますね。まあ、シマノのベイトリールと違って何がいいかっていうと、やっぱパーミングがすごくしやすいんですよ。コンパクトで、ロープロで、それでいて、力強いと。スティーゼイとかに関してはね。で、34ミリのフラッグシップということで、まあ、申し分ない性能なので、これはもう、ピ
ったりですよね、シーバスに。まあ、質問の結論なんですけど、まあ僕はジリオンがおすすめです。もしこれがウェイト PE にそんな慣れてないっていうことであれば、ジリオンの方がおすすめです。いや、もうやってるよということであれば、まあ、スティーズ A かなというところで。これはスプールを優先した答えですね。まあ、たださっき言ったように、ボディは A の方が向いてるかなと思うんで、ハンドルの部分がね。その辺はちょっと何を重視するかで変わってくるかなと。まあ、こんな感じですかね。もしね、何かあればインスタにいただければ、ちょっと遅くなっちゃうかもしれないですけど、徐々にね、返していきたいなと思いますんで、また見ていただければなと思います。それでは。